はい、こんにちは、吉田孝代です。今日は社交ダンスを最近始めて、社交ダンスから見た婚活についてちょっとお話ししようと思います。社交ダンスでも何でもいいんですけどね、婚活について語ってるんですけれども、私がすごい最近やり始めた社交ダンスがすごくためになるなと思ったので、もし婚活をされたいんだったら先に社交ダンスの体験レッスンとかに行ってみていただけたらいいんじゃないかなと思って、その提案です。はい。で、以前私は動画でもサルサとかおすすめしたこととかはあるんですけれども、サルサは初心者だとそんなにぴったりくっつかないので、手つなぐぐらいなので、社交ダンスは結構ぴったりくっつくので、男性と本当に接近して手をつないでピタッとくっつった状態でいることの体験できるのは社交ダンスめちゃめちゃいいと思うのと、で無料体験とかいっぱいあるのでいろんなところに行ったらいいと思うので、お金もかからない。でプラス何がいいかっていうと、社交ダンスって、サルサも一緒だと思うんですけども、男性がリードして女性がフォローをするっていう役割なんですね。でこれね、女性が最近の女性の特徴なんですけども、結構バリバリ仕事をして頭がよくって結構綺麗なんだけど結婚してないとかっていう人にありがちなんですけれども、自分が何でもできるから自分でやっちゃうんですよね。で男性と女性の役割があるのに、女性の方が何でもやっちゃうっていうパターンがすごく多い。で私もそのパターンはすごく体験済みなんですけれども、これね、社交ダンスやってみると分かるんですけど、絶対にうまくいかないですよ。女の人がリードしようとするとうまくいかない。でリーダーはあくまで男性で、その2人のチームがうまくいくかどうかはそのリーダーにかかってるんですね。で体を本当に接近させて、男性と接近した状態で、今まであんまりお付き合いしたことない方だったら、それも一つのもう私は本当は男性は無理だったんだって気づけるかもしれないし、プラス男性とはうまくいきたいけれども、こういうタイプの男性嫌いなんだ、それはリードの仕方とかにも出てくるんですよね。強引に引っ張る人とかいろんなタイプがあります。でいろんな人と踊ってみると、自分がどういうことに価値観を置いてるかっていうことを知ることができます。なので是非婚活する前に社交ダンスの体験レッスンに行ってみることをおすすめします。はい、是非参考にしてみてください。